皆さんどうもこんにちは、イノシシブルファンゴです。本日からは7月17日に発売されたゴースト・オブ・ツシマの解説動画を出していきたいと思います。手始めに今回からは初心者向けとして探索編、育成編、戦闘編の3つの動画を配信します。今回はフィールド探索で注意すべき点をまとめた探索編をお送りします。まずフィールド探索において必ず押さえておきたいポイントが、狐の巣、誉れの石碑、神社、稽古台、祈祷、歌の6箇所です。狐の巣は護符の装備スロットを拡張してくれ、誉れの石碑は武器スキンを入手できます。また神社は金色の護符を入手することができ、残りの稽古台は気力アップ、祈祷は最大体力アップ、最後歌は鉢巻を入手することができます。これらの場所は主人公のステータスに大きく関わってくる場所ですので、見つけたら必ず調査しておきましょう。さてこれらの場所ですが、全て判明したら別途動画に出しますが、ご自身で見つけたい方も大勢いらっしゃると思いますので、探し方をご紹介します。まず一番簡単なやり方が、敵の拠点を潰すです。敵の拠点を潰すと、その周辺の地図情報が表示され、まだ発見していないポイントがあるとハテナで表示されるようになります。それでは実際に小さな拠点を潰してみたいと思います。今回潰すエリアはこちらにしたいと思います。はい、ということで拠点潰し完了いたしました。この状態でマップを開くと、今いる場所を中心に少しのエリアの霧が晴れ、その中にもし未発見の場所がありましたら、このようなハテナのマークで未踏の地というふうに記されるので、そちらを探索するようにしましょう。そこに行くと大抵は先ほどの6つのポイントにたどり着きますが、たまにまだ見つかっていない野営なども引っかかってしまうため、少し根気がいりますね。2つ目は道中に見つけることができるこの黄色い鳥についていく方法です。これはハテナと同様に、まだ発見していない場所へ連れて行ってくれるので、見つけたら必ずついていくようにしましょう。到着。今回は稽古場でしたね。最後は技の中にある探索にスキルを振って風に導いてもらう方法です。1ポイントで各場所のスキルを発動できますが、到着するまでの距離は表示されず、方角のみ表示されるので、たどり着くには少し苦労がいります。発動方法はマップを開き、十字キー右誘い風を選択します。ここで探したいスキルを選択すると、このような形で風の方向、方角のみは表示されるようになっております。続いて大切なポイントとして、琵琶法師があります。琵琶法師とは伝承を琵琶に乗せて口伝しているもののことですが、本作では鎧や武器、必殺技を入手することができる物語を解放させてくれます。琵琶法師の見つけ方は、野営や町で吹き出しマークがついている住人から情報を聞き出すか、自力で探すしかなく、難易度は難しくなっております。こちらは今後琵琶法師の場所で動画を出そうと思いますので、もうしばらくお待ちください。見つけたら地図上に青いひし形で表示されるようになります。以上で初心者向け動画探索編を終了します。この動画が良いと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価のほど何卒よろしくお願いします。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、またねー。